はい、短期決戦です。7月6日5時19分です。トレード始めましょう。おはようございます。早いですね。1万負けちゃった。いや、あのね、ハイローはね、ちょっと待って、 FOMC 議事録で、あ、下行くか、下行ってから上行ったんだよね。見てた ?3時、一回ね、113円05ぐらいまで行ってね、そっからね 113.50 まで上がってったんだよ。53ぐらいまで下がるかな、大丈夫だろう。風船5個ありがとう。難しい名前だね。オロチさん、風船5個ありがとう。あのね、入る、あ、下がるかな、下がるかな。マーク FXTRADER3 風船を10個プレゼントしました。あ、風船ありがとう。おはよう。ちょっと時計出すかな、時計出しよう。風船ありがとう。どうなってんのどうなってんのそれどうなってんのそれ、すごいな、ありがとね。8名さん、あ、下行っちゃったかな、大丈夫だよね。マジか、ありがとね。おはようっす。あのね、昨日ね、ハイローね、1万5000円から1000円まで行っちゃったんだよ。うん、1000円まで行っちゃったんだけど、上かな、うん、一応ロングしてるけど、昨日ね、ハイローね、1万5000円から1000円まで行っちゃってね、昨日いくらまでだった、それを、そう、5000円まで戻してあったんだよ。昨日1万円負けだったんだよ。で、今日ね、今日じゃない、昨日の、だから、放送中から、なんだろうな、1000円から1万3000円まで回復したんだよ。7430円買ってる、今。ハイローはね。1000円だよ。1000円が1万3000円になったんだよ。すごいでしょ。今のところ、はい、したかったな。ただヤンさん、FX で損失出したのか。あ、FX。FX はね、1万負けてる。ジストさん、上かな。ジストさん、はじめまして。ロッチさんがいっぱい風船くれたよ。ありがとね。何個くれたの？ロッチさんね、50個もくれたよ、風船。
すごい人が現れたもんだ。FX で損失出したのか。あ、また下がってきた。大丈夫じゃないこれ。15分でしょ。15分、35分。はい、そこか。15分だったら転売できるからね。15分だよね。35分締め切りだ。22だったら大丈夫じゃないかな。いや、すごいんだよ。だから昨日ね、1000円まで行っちゃったんだよそれがね、回復したんだよ。嬉しいよね。あとね、トルコリラがね、ショートしてたの。トルコリラショートしてたらね、下がってきた。マジで大丈夫だよね。下がる？下げすぎじゃない？もう一発打つか。あ、どうしようかな。一発打つか。ただやんさん、これ何分？15分。35分で終わり。おしまいった。ラッキー。まあ35分、今うまい。え、分かんないよこれ。まだ勝てるかどうか分かんないけど、15分だからね。28銭ぐらいまでいってくれると。35分下行ったら資産だよ35分じゃない、30分で下行ったら資産だよ。あと20銭割ったら、怖いな。29分。怖いな。ダメかな。29分。
丈夫かなと思ったんだけどな。明日行っちゃった。あ、終わっちゃった。あ、助かんないかな。219だけど。さっきの両方とも助かったんじゃないのこれ。あー、これもったいなかったな。あ、もったいなかったな。それもったいなかったな。助かんないかな。19を切ってここで打つ。転売できなくなる。よし。よし、大丈夫。マジで言ってる？30秒しかないよ。7秒、6秒、ちょっと待って。2秒、1秒。
おい、あ、まあそんなもんだな。大失敗だな。まあいいや。負けてたね、さっき全部ね。多分全部負けだよ。なんだっけ、もう入るはちょっといいや。マネパ？そう、マネパ。マネパのね、ショートしてたのがね、この陰線を全部取ったわけよ。この陰線をショートしてた。32でショートしてるのがあるか、あったの。それが5580円の利益になったの。今日ね。5580円。そんで土填して今ロングしてんの。でこれが今度はスワップ生活になるわけ。今度はあれだよ、スワップが毎日つくよ。楽しいんだこれが、スワップがつくのがね。ただね、この陰線が出た後だから、もう一陰線来る可能性があるんだよね。31割れとかさ。だからね、もう上ね、もみ合いが長かったからさ、もしかしたら31割れもあるかもしれないっていう、まあ、そこは覚悟しておかないといけない。31割ったらここら辺まで、3076ぐらいまで見とけばいいんじゃない。次31割ったらここ76ぐらいだな。逆差しはまあ浅く、20銭は20銭は可能性あるからね。だからトルコリラが貢献してんだよ今日、5580。そう、マネパ、マネパのトルコリラ。そんで、仮想通貨ね。おお、なんかパソコンが。仮想通貨ね。変わんないんだよ。10755、17,755円。あれ、もう9分しかないわ。これ、ゼム、ゼムじゃない。ああ、ネム。ネムを持ってんの。ああ、ビットコインが高い。
コインが高い。29万5千。でも20円だからね。安い安い。リスク280円。キャッシュ3万1000か。まあ航空機だね。航空機。この FX の負けをなんとかプラスにしたいんだけどね。プラス、うん、プラスにしたいんだけどね。今日はね、今日 FX の負けをプラスにすればプラスなんだお。今いくら？どれ？ああ、18か。もうちょっとこの動きだったら入るとこはないな。ああこれね、今ね、財布 JPY っていうのね、トークンっていうのね、財布 JPY、 この主要通貨とトークンとイベントってのがあってね、トークンをね今ね買おうと思ってんだよ。財布 JPI ね。これね、0.2 割ってたんだけどね。戻したね。はあ、すごいよね。これいくらだ ?1000 万、10万。ああ、これ30万ぐらいか。100万ってのがあるんだよな。1000万、10万、100万。100万ってのがあるんだよな。20万ぐらいか。オクトレが買いに来たらさ、バーって上がると思う。ありがとう。これさ、しょうさんありがとう。これさ、トークンね、トークンね、安いと思うんだけどな。トークンっていうのはあの、なんていうの、
なんて言ってたっけな、代用通貨、代用通貨って言ってたからね。これね、財布ビットコインとかね、桁がよくわかんねえんだよ。 0.00 がね、何個 0.0000079、 0がね、1,2,3,4,5,6 6個。いくらだって言うんだよ。いくらだって言うんだよ。笑っちゃうよね。ゼロが6個って。これね、でもね、なんていうの、一番最初、一番最初ね、これここなんだよ。0.00015 とかって値段なんだよ。 0.00015 でしょ。1万5000だ。0.00 で言うとあれだけど、1万5000だったのが69円になっちゃったってことだ。小数点をね、あれするとあれなんだけど、1万5000が69円になったんだから。ああ、そうですか。面白いんだよ、トークン。トークンね、トークンいっぱいあるからね。ちょっと、編集しないといけないな、この動画。これいくら買い入れてんだろうね。小数点が多すぎてよくわかんねえんだよ。上行った？お、25じゃん。よかったね。今5時48分。ああ、これ上でよかったね。多分上なんだよ。FOMC でね、下行って、上行ったんだよ。36秒。はい、ご視聴ありがとうございました。よかったらトークンでも調べてください。トークン面白いから。トークン。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。ふう。